筋トレは気分の落ち込みからの回復やメンタルケアに効果的と言われています。うつ病などの精神疾患に効果があるのか気になる方も多いのではないでしょうか。この動画では筋トレでうつ病を予防できる理由や筋トレをする際のポイントを解説します。まず筋トレでうつ病を予防できる理由はストレスを解消できるから、幸せホルモンが分泌されるから、ポジティブな気持ちになれるから、自信がつくから、よく眠れるからとなります。それぞれについて詳しく解説します。ストレスを解消できるから、筋トレをするとセロトニンと呼ばれる物質が分泌されます。セロトニンには精神を安定させたり気分を高揚させたりする作用があるのです。メンタル面で落ち込んだ状態を回復できるのでストレス解消にもつながるでしょう。幸せホルモンが分泌されるから、筋トレをすると幸せホルモンと呼ばれるドーパミンが放出されます。ドーパミンが放出されるとモチベーションも向上します。またドーパミンはアルコールを飲んだ際にも放出される気分が良くなるホルモンです。アルコールを飲みすぎている場合は運動を取り入れて量を減らすのも良いのではないでしょうか。ポジティブな気持ちになれるから、セロトニンやドーパミンにはポジティブで前向きな気持ちにさせる効果があります。筋トレでポジティブ思考になると物事を良い方向に捉えられるようになり、鬱や気分の落ち込みを軽減できるでしょう。失敗をしても心が折れにくくなり、心がタフになります。自信がつくから、筋トレをすると男性ホルモンのテストステロンと呼ばれるホルモンが分泌されます。テストステロンが分泌すると意欲が向上し、自信がついて積極的に行動できるようになるのです。意欲向上で気分が落ち込みにくく、うつ病を予防できます。またテストステロンは女性が筋トレをした場合も分泌されます。そのため気分が優れない女性も積極的に筋トレをすると良いでしょう。ハードなトレーニングをした方がテストステロンが分泌されやすいと言われています。よく眠れるから、筋トレをするとアデノシンと呼ばれる睡眠物質が作られます。アデノシンの作用でよく眠れるようになるとイライラしたり疲労が溜まったりすることが減るでしょう。結果的にうつ病のリスクも軽減できると考えられます。次にメンタルケアにおすすめの筋トレ方法をご紹介します。メンタルケアのために筋トレをする場合は全身を使った運動でバランスよく鍛えると良いでしょう。無理をしない範囲で息が切れるくらいにトレーニングすると効果的です。ここでは息が切れる程度のトレーニングを3つ紹介します。以上がうつ病を改善するための筋トレによる効果と筋トレ方法となります。ただし本格的なうつ病が疑われる場合は筋トレをする前に医療機関を受診しましょう。筋トレはうつ病の治療にはならないので注意が必要です。予防やメンタルケアとして行ってください。それでは。